そのドキュメンタルがなぜ下ネタになってしまうのかっていうのも構造の問題なんですよ。別に面白いことやってください、自由に面白いことやってくださいよっていうのをやったとしても、結果として下ネタでいかに過激な下ネタになってしまうかっていうのはもう構造上の問題で、で、その松本豊氏の滑らない話がなぜ滑らないのかっていうのも実は構造上の問題なんですよ。で、その構造をいかにするかっていうところがその松本豊さんがやっぱ変わってるんですよね。いやそのドキュメンタリーだったり、その松本豊氏の滑らない話だったりとかって、その 構造で作られてるんですよであの芸人さんとかで面白い話をしますとかじゃあその MC でなんかあの場をつなぎますとかっていう人って全然いるじゃないですかじゃあス w ップの中居んとかが MC うまいって言われてますけどまあいろんな人の話を振って面白くするっていうのは別に芸人さん誰でもできるんですよ。なんかあの極楽とんんの加藤さんとかもその MC やってますけどでそこの MC をするとかではなくこの番組はこういう形の構造にしますっていうその番組の構造まで考えて作れるお笑い芸人の人って僕見たことないんですよね。 だから松本磯さんの多分特殊性がそこで、お笑い芸人の人って大体その、あの自分おもろいでしょうとか、あの笑い自分が笑いをとることで幸せを感じるっていうので、プレイヤーなんですけど、松本磯さんに関しては、そのプロデューサーの視点なんですよね。あ、島田紳介さん、それ、世界。島田紳介さんも構造の人なんですよ。じゃあその、あのヘキサゴンって <laughs>、すみませんね、上、個じゃなくて、ヘキサゴンっていう番組があったとか、あのじゃあその、なんでも鑑定団という番組があったりとか、その、 通常だったら思いつかないような形のもので、これで興味あるでしょこうしたら面白いでしょっていう、その構造を作ることで面白い番組を作るっていう、そういうプロデューサー能力のある人なので、まあ興味があったら、あの、ツヤさんに聞いてみてください。